毎週木曜日は、マサラビ流法の紙芝居のコーナー。はい、ということで、やってまいりました。前回ですね、はい、まあ、いろいろありましてですね、ついにね、第10話、ね、ザ・ファミリーね、強化復活メカイカということでね、巨大ロボットのメカイカがありましてね、それにね、立ち向かってる、ドリルマリン戦ですけどね。はい、果たしてどうなっていくんでしょうか？始まりドドンガッハ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 ッガッハ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 ッメカイカ、これから反撃だー。で、これ、ね、ブラックムーン総統ですね。ブラック大魔王ですけども、果たしてどうなっていくんでしょうか。ねえ、前回ね、な、ここね、ほら、こうちょっと、まだ負けんよ。水中ぐらい、打って打ちまくれー。9回、前回ね、実はですね、やっつけたはずのメカイカがね、復活したんですよね。ね、せっかくやっつけたのに復活してしまってですね、非常に困っている状態でね、非常に復活したから、反撃開始っていう形になってます。ね。そしてですね、博士パパのね、セリフですね。まだ負けんよみたいな。ね。水中ぐらい、打って打ちまくれみたいな、ね。ラジャー了解で、ブロロロロロって飛んでますね。水中ね、ブロロロって言って。それね、またウィーンウィーンってね、水中魚雷くんたちがね、また降りてきました。ね。水中魚雷くんが降りてきてました。そしてですね、どうなっていくのか。ビヨーン！はい、またね、果たして命中するんでしょうか。巨大メカイカにですね、ピョンピョンでね、水中魚雷がね、向かっていっております。さて、どうなるのか。当たるのか、当たらないのか、当たるのか、当たらないのか、どっちだー。そこでね、ブラックムーン総統のブラックダイバーが言うんですね。ガッハ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 ッ、メカイカ粘着炭噴射ー。お、粘着炭って何なんだ。水中魚雷に向けて、どうやら粘着炭というね、武器をですね、噴射するようですね。はーい。そして、どうなるか。ゴー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 。反転、ちょっとね、反転いう感じ間違っちゃったんですけど。反転、ここ立ってたメカイカがね、ゴー、立ってたメカイカがゴーゴーってね、このね、口の方をですね、横に向けましたね。ゴー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 。果たしてどうなっていくのか。ブシュ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 、あ、イカスミ攻撃開始です。イカスミがね、ブシュブシュブシュとね、このね、口から出てきましたね。これはやばいのか、やばくないのか、やばいのか。バン、やばいー。べちゃべちゃべちゃってね、水中魚雷にべちゃ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 ね、粘着スミがね、くっついてしまいました。あららら、らせっかくですね、粘着炭を打ったにもかかわらず、べちゃべちゃべちゃっとね、なってしまいました。からの、あー、水中魚雷がーってね、博士パパもね、ドリルマリン船のね、ドリルマリン船のね、船員たちもね、うわーみたいな。
やばい、どうなっていくんだ、べちゃべちゃっとやられてしまったぞ、イカスミブシュブシュべちゃべちゃブシュブシュべちゃべちゃブシュブシュべちゃべちゃっと、どうなるんだどうなるんだ、このままではやばい、このままではやばい、ごぼごぼごぼね、あのイカスミに粘着された水中魚雷たちはボコボコボコと海にですね、ついに沈んでいってしまいました。ああ、とうとう撃って撃って撃ちまくった水中魚雷たちがやられてしまいました。水中魚雷がやられていく、どうだ、やばいやばいぞ、やばすぎる、どうなっていくんだ。もうね、船員たちもね、ドイルマリンセの船員たちも博士パパも うわやられていく、ね、そこで来ました、いやーって、ブラックミー、ムーン総統、ブラック大魔王が、ガッハ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 ッ、ガッハ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 ッ、水中魚雷はもうに、役に立たんぞ、ガッハッハッ、無駄無駄無駄、水中魚雷いくら撃っても、無駄無駄、無駄無駄、あ、無駄無駄、無駄無駄、めっちゃ喜んでる。ねえ。やばいな、これ。どうすんの？どうすんだ？みんな。どうすりゃいいんだ？どうすりゃいいんだ？博士！博士ママどうしたらいいんだ？ここね、博士の秘密基地で、秘密基地でございます。ついに、あれを使う時が来たようだ。ついに、あれを使う時が来たようだ。この時のために、この時のために、とっておきを、とっておきを、秘密兵器を隠し持っていた。そしてついにその時がやってきた。ナノ AI ロボ発進、ナノ AI ロボ発進。ねえ。ねえ。あの、ドイルマリン船、了解！ウィーン、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 なんかね、なんかこう、発射装置、ラッパの逆みたい、ラッパみたいなの出てきましたね。ねえ、ほら。ウィーン、ウィーンって出てきました。果たしてどうなるのか？ババ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 バ、なんかいっぱい出てきましたね。もうなんか粒がいっぱい出てきましたね。ブブ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 。ねえ。こうちっちゃすぎてわかんない。だ、ナノ AI ロボだからちっちゃいの。すごく、もうナノサイズだから。めっちゃちっちゃいんですよ。だからね、見えない。だから特別に今回。特別に今回ですよ。ね。ね、特別に今回ですね、拡大図をご用意しました。なんと特別サービス、ダーン、拡大図。これがナノロボットだ。こう四角いボディにあのドリルがついて、あとね、なんか手みたい、手と足がね、なんか出て、これが飛んできたんですね。ババ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 と出てきました。はい。人生、何が起こるかわかりませんね。皆さんも気をつけてください。おしまい。第11号、第11話に続く。はい。今回登場した新メカ新武器ね。ババババババーと飛んでくるナノ AI ロボット。ね。ナノ AI ロボット。そしてね、ブシューと飛んでくる粘着炭。このね、武器がね、出てきましたけどもね。はい、ということでございますよ。
ということでね、次回予告。てんててんててんてーん。第11話、ナノロボ特攻。来週もまたご覧ください。それでは皆さんごきげんよう。まさがみりほの紙芝居のコーナーでした。バイバーイ。